おはようございます。今回は一番よくあるこういう傷をエアブラシで着色して直していきます。カラースプレーで拭いてしまうとどうしても養生が広くなるし、想像以上に飛んでいって他のものを汚してしまうことがありますよね。お前スプレー飛んどるやないかい。すいませんとならないように、では行ってみましょう。金丸保守株式会社。まずは下地処理です。このようにシートが破れて飛び出していると、このまま補修しても綺麗な面が出にくいのでカットします。ここは触って飛び出ている部分がないか確認しています。先の丸いもので傷の縁を押さえ込みます。傷にパテを充填していきます。ハードワックスの F354 が合ってそうだったのでこれを使います。まず傷の上にたっぷりハードワックスを乗せていきます。このように引っ掛けるように入れると入れやすいです。地が見えてる部分がないように埋めていきます。この1回の温めの余熱だけでまず1つの形を作っています。ヘラについたパテはきれいに拭き取ります。ヘラが熱い状態で形を作ってしまうと、ハードワックスが水のように溶けて、どうしても表面張力で傷の部分が痩せてしまいます。僕の場合、少しだけ熱を与えて力で押し込むように形を作っていってます。周りのいらないパテをシンナーで拭き取っていきます。ハードワックスはシンナーで溶けるので、傷の上は拭かないように気をつけてください。研磨して形を整えます。研磨の時は力を入れず、擦る回数で削っていくようにしています。どうしてもパテの部分が弱いので、力を入れてしまうとパテの部分がへこんでしまって、もう一度充填からやり直しになるので気をつけてください。養生していきます。最後にツヤスプレーをするので広めに養生しています。エアブラシで着色していきます。まずは傷の部分をできるだけピンポイントで塗っていきます。次に広く拭けるようにして全体をぼかしていきます。ツヤを仕上げていきます。アースリーの帳消しを使います。養生を外して完成。エアブラシ使うと最後の掃除がめんどくさいですけど、すごく綺麗にこじんまりと塗れるのでおすすめです。いい感じです。ためになったなぁと思えばチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。